澤穂選手、水田隆明選手は今シーズン限りで現役を引退、主題歌大阪でユニフォームを脱ぐ決断をされました。両選手から応援いただいた皆さんへご挨拶です。まずは澤野亮太選手からお願いします。本日は、コロナ禍の中会場にお越しいただき応援していただきありがとうございました。またアベマ TV でも見てくださった方々も、感謝しております。今年、去年に引き続きコロナ禍でとても苦しい、シーズンではありましたが、皆様の、支えがあり、ここまで戦うことができました。本当に感謝しております。また選手の皆さん、スタッフの皆さん、ファン、サポーター、スポンサー様、今後とも主題歌大阪の応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日はお二人のご家族の方にもお越しいただいております。まずはサマーの亮太選手へは奥様アルミさん、お嬢さんイノちゃんから皆様の贈呈です。